ロシア連邦軍参謀本部情報総局は、ロシア連邦軍における情報機関。略してグラと呼ばれる。旧ソ連時代から存続している組織である。組織上は、欧米列国と同様に参謀本部の一部所に過ぎないが、参謀系統を通した情報の収集のほか、スパイ活動、資銀と偵察衛星や特殊部隊の運用も管轄しており、 ソ連 KGB と並ぶ強力な情報機関である。第二次世界大戦中のスパイ、リヒャルト・ゾルゲは、グラの管理下にあった。グラの総局長は、参謀総長及び国防省に従属し、ロシア対外情報庁や、FSB と異なり、大統領に直接報告することはない。グラの本部庁舎は、モスクワの旧ホドンキ地区、ホロシェフスコエ通りに位置するガラス張りの9階建ての、 建物である。グラ職員からは、ステクラーシュカと呼ばれているが、一般にはアクアリウムとして知られている。ロシア連邦軍参謀本部情報総局の現在の文章以下の機構は、ドミトリー・プロホロフ著のを参照した。ただし、同書も、ビクトルスボーロフの著書を参考にしている。グラ総局長は、上級大将で参謀次長を兼任する。局長は、中将。 副局長や課長は少々。副課長、班長及び副班長は大佐。一般班員は、先任作戦将校と作戦将校職からなり、先任作戦将校は大佐、作戦将校は中佐。教育施設としては、軍事外交アカデミーが存在し、スパイや、駐在部官、情報参謀が教育を受ける。スペツナズは、 2万5千人24個大隊相当が存在する。各国のロシア大使館にはグラの支局が存在し、駐在部官もグラの所属である。キューバのルールデスには無線防止センターが維持されている。部隊レベルの作戦、戦術情報はグラ第5局の統制を受ける。軍管区レベルでは以下の主要5課からなる軍管区本部第2局が担当する。軍級レベルでは ご飯からなる軍本部第二課が担当する。グラは軍政または軍令機関の一部署であるため、その名称は目まぐるしく変わっている。2006年4月、参謀総長ユーリー・バルエフスキー上級大将は軍情報機関の改変について表明した。国防省筋によれば、地上軍、海軍、空軍の軍種情報局が廃止され、各軍種情報局の機能は、 参謀本部情報総局に遺憾される。各軍種には情報局に基づき大佐を長とする左官6人からなる情報課が創設される。アメリカの連邦捜査局などは2016年のアメリカ大統領選挙におけるヒラリー・クリントン陣営に対するサイバー攻撃にグラが関与していると断定。この報告に基づきオバマ大統領は2016年12月、 中米ロシア外交官35人を国外追放する報復措置を取った。2020年10月19日、アメリカ合衆国司法省は、グラの工作員6人を起訴したことを発表した。彼らは、ウクライナの送電網や2017年、フランス大統領選挙、2018年ピョンチャンオリンピックなどを妨害する目的で、サイバー攻撃を行った疑いが持たれている。また、 同日にイギリス外務省も声明を発表し、グラが2020年東京オリンピックパラリンピックの組織委員会や関係者などに対してサイバー攻撃を行っていたことを明らかにした。チェコ政府は2021年、同国で2014年に発生したブルビエディツェ弾薬庫爆発事件にグラメンバー2人が関与したとして国際指名手配するとともに、 チェコ駐在のロシア外交官18人の追放を発表した。この二人は2018年にイギリスで起きた元倉大佐チチコ独殺未遂事件と同盟だと報道されている。点検トランプ政権火種、ね、ロシアゲート、読売新聞長官2017年5月3日、AB、ロシアがサイバー攻撃、東京五輪など標的 A 政府発表。AFB 通信。 2020年11月7日閲覧。AB、東京五輪の妨害狙い、ロシアが、サイバー攻撃 A 政府が発表。BBC ニュース <ht、https コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.com スラッシュジャパニーズスラッシュ546105692020年11月7日閲覧。路上法院欧州で暗役。A、 毒殺未遂容疑の二人チェコ爆発でも、寛容疑い、毎日新聞長官2021年4月26日、同日閲覧。ありがとうございます。